会えるのか心配してたんだけど、アラ、クエ、これはアラです。アラが入荷しました。すっごいアラです。ちょうどね、いい合いで入ってきたんで、すごくいい感じで買えてありがたいですね。これはね、まあ毎日ね、市場に顔出してると、たまにはこういうことがないと。これ好きでね、なかなか高くて手が出ないっていうお客さんがいて、この魚うまいって知ってんすよ。アク抜きをね、今熱湯で切って、左に冷たい水を置いてるから、とりあえずはい、今映ってるのがアラのアラです。これね、毎回どこで言ってるクエとアラとは違うっていう方の、これがアラです。クエは縦縞模様、スズキ目ハタ科までは同一分類上、ここから分かれていきます。形もね、全然違いますね。ハタがアラのクエであり、これもほんとスズキに近いんですよね。これがアラです。で、成長速度が極めて遅いのでアクは出ませんっていうことを今からちょっと実証していきたいと思います。今セット完了です。今から火を入れて、じっくりコトコトと煮ていきます。でアクが出てこないっていうのをね、この動画に収めていきたいと思います。濁み始めて、この昆布だしだけで取ってるんですけど、まあこれちょっとね、カツオの風味だしもちょっと混ぜて濃いだしを欲しいなと思って今日やってますが、今火を止めた段階です。アク出てませんよね。これなんですよ。まあこれ対比するクエがあればね、もっと分かる。クエだとここにもう白いねアクをどんどんこうアクすくいしてないと味がどんどんダメになっていっちゃうんだけども、このアラの場合はアクは全然出ません。これがアラなんですよ、ね、この違いが鍋の違い、最終的に雑炊にした時の違いがもう如実に出ますから、このアクが出ないっていうことが極めて成長速度が遅く、骨が全体がギュッと詰まってて、まあ、骨の髄から出汁を取るためにうちなんかは中骨を焼きます。別口で焼いて、それを8時間ぐらい前から仕込んだりします。だそのようなねことをするとよ、この本当のアラのうまい鍋が食べれます。なかなかねそこまでねアラをねきちっと知り尽くしてるお店もだんだんいなくなったのかな。もうアラもクエもねもう一緒くたになっちゃってるから、それアラはアラで美味しいし、クエはクエで美味しい。だからこの美味しさを分かって地方で、表現してるのが長崎であり、長崎の人もねこれ同一種類と思ってないんですよ。だからクエをアラと言ったりアラをアラと言ったり、まあ、要するに分かってんですよ。でその上でどう使うかっていうものを全部分かってて、じゃあこれをこのクエっていうやつを煮ます。大きな鍋でね、鍋っていうよりどういったのかドラム缶みたいなやつ半分に割ったようなところで、じゃあアラは煮ません。完全に鍋にします。刺身とか、だからその使い方が分かった上でのアラでやれクエなんですよ。だからその辺ね、このアクが出ないっていうことの一つの証明として、だそうすると使い方が変わってきますから、全てにおいて。そんな感じです。